ゆうた、ひやが、たとえ石原さとみだとしてもクロールの息継ぎの瞬間だけはきつい大和、カムドットです。今日は助けたい。現在コムドットはですね、203万人もの方にチャンネル登録をしていただいてるんですけれども、影響力を持ってるわけじゃないですか。まあ一応インフルエンサーっていう枠組みになるのかな。まあそこら辺の肩書きはちょっと僕たちはよくわからないんですけど、影響力を持ってるわけで、この影響力をいい風にも悪い風にも使えると。だからまあ僕たちがね、間違ったことをしてしまえば間違った影響を与えてしまうし、いいことをすればいい影響を与える可能性があると。だから今日いいことしようかなと思って。今第4回緊急事態宣言が出ていますけれども、まあ、やっぱり飲食店が厳しいわけですよ。そうだよね。僕の妹の友達が働いてるバイト先なんでボコボコ潰れたりしてるらしくて、飲食店って本当にきついらしいの。飯食い行ってないもん俺らが。それと一緒で、まあ、ということで今回、まあ、僕たちの影響力をいい風に使っていきたいと思います。はい。ということで本日の企画、おすすめ飯みんなに紹介して大行列作っちゃおうキャンペーン。まあ、皆さんやっぱもう23年間も生きてきてますから、おすすめのお店っていうところあるわけじゃないですか。まあ、僕たちの地元のラーメン屋さんなのでまさにそうなんですけれども、今日はちょっとそこに行くわけではないんですけど、まあ、今から皆さんに自分のおすすめのお店に行っていただきます。で、全力紹介していただきます。いいところをね。そう、うん、僕たちが紹介したそのお店にたくさん人が集まって、たくさん利益が出て、そのお店自体が苦しくならなければいいなっていう。なるほど。まあ、そういう企画をやっていきたいんですけれども、おすすめのお店あるよって人ます。おじゃあゆうた一人決定で、俺もあるから今回チーム戦でやるんですよ。あー、そういうことかや。どこなんだろう。なんだ浦田。どうしたどうしたどうした。なんだよ浦田。今起きたんじゃないですか。なんだよ。だってコムドットですもん。言ってなかったし今日。言ったんだな。で、何の顔だったんだよ。いや、なんか普通にね、それ顔になってた。まずいんじゃないですか。お前、みんなそういう顔するぞ。じゃあ撮影中にお前がありならみんなやるぞ。お前だけありならな。話しかけたら。ねえ怖い怖い怖い。心臓が心配だわ。そんなのはヒューガもあるでしょ。いや俺もあるんだけど、いや俺ねえよ。俺チェーンしか食わないバカ舌だから。ジェーンにバカ舌はやばい。いやいやいや、もう違う違う。まあなんていうの、そんな高いとことか知らないし、コアな場所わかんない。俺大通りに面してないと見つけられない。何言ってんだよ。喋れねえな。いやもうほんとダメ。マックとかしか食ってないからわかんない最近。バカ舌っていうことは知ってたんだ。いやまあコケレうまいって思っちゃうからさ。俺が紹介してもどうなんだろうって。ウェイパーガブナメシでっかわかんねえ。何何何マジ。いやマジいいわ。何ウェイパー。ウェイパー知らない。知らない知らない。味の覇者みたいな。ああ。よく走ってるよ車。ウェイパーってなってる車走ってる。渋谷ばっかにいるな。渋谷ばっかにいるね俺。目の前じゃ俺んち。顔も変だし携帯も鳴るかね。おい見んなよ画面。審査通った。すごい。すごい。俺が悪いみたいやん。すごいわこいつ。じゃあもう今日は俺とユータのチームで大丈夫かな。じゃあ俺ら入り込む。いや、ちょっと下がる、下がって。なになに。じゃあ俺とユータがこういるから。そうそうそう。我らじゃああっちから走って整列しろよ。子供みたいな感じ、うん、犬みたいな。あれはね、好きな先生のとこに集まる生徒みたいなことよ。元気に来いよ。うわーマジで迷うよ。わーって言いながら来いよ。別にヤマトを省こうとかしてない。全くあっちゃんとユーマどっちか分かってねえだろこのノリ。ちゃんとやれよ。頼むぞ。それでは好きな先生のとこに集まれ。よーいスタート。あいや、すごいよ。俺の鼓膜になってみ、声超遠くなってるからこんな近いのに。ありえなくね。選択肢これしかない。仕組んでないよ。仕組んでるよお前ら。仕組んでないよねマジで。ちょ、もう一回やれ。いやいや、うざい普通に。4対1はやばい。じゃあちょっと雰囲気さ、ないの。中華とか一言ちょうだい。いや、ヒューガは好きそう、俺のとこは。まあ、俺のとこはヒューガは好きそう。俺両方好きだろ。じゃああいつ何でも食えるから大丈夫。あいつ何でも食うから。いやみんな好きだと思う。行くよ。好きな先生のとこに集まれ。よーいスタート。新し
い形でいい気がするな。うん、うん、夜道ありやな。ひどない。こいつらに言って俺は久々に車でゆうたと画角映りたいのよ。なるほどね。こいつはただゆうたのこと好きやねん。じゃあマジでヤマトかわいそうだからね。俺は市場挟んでるから。これさ、俺明るくなかったらどうなってる？一人だけこいつはいい、お前んとこあやるよ。え、俺急にいいの？お前は、ちょっと待って、俺のことを信頼してきてくれた子たちを。まあけど、心苦しいが。やばい、やばい、俺のニュースガチでやばい。やばい、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 マジでやばい、マジでやばい。言うよ。うわ、やばい。ありえないでしょ。ありえないでしょ。なんで俺、やだ、大きいよ、二人で行くやつらが。やった、ヒューガだ。いや、とユーマ。マジ？あ、やばい。お前やばい。やばい。人のこと雑に扱いすぎた。じゃあ陽一ね。はい。ダメだこいつ。一人飯喜んでる。全員行くぞ。トーリッピしよう。じゃあトーリッピして、あの選ばれた後ろに来るよ。一になる時の気持ちを思い知る。せーの、トーリッピ。いや、違う意味で。オッケー。ヒューガ。やべー。なんで思ったの？え、頼んだよ。じゃあお前頼んだよ。選ぶなって頼んだんだよ。確かに。でもユータ、ユータいつもあっちゃんとこういうの多いよな。こういう企画の時あっちゃんとなること多いよな。俺を撮ってみてもいいんじゃないか。そこの方が面白いかもな。じゃあユーマ。おお。笑顔だけど結構泣いてる。いや、欲しい欲しい欲しい。俺らも欲しい。あ、マジか、嬉しい。じゃあトーリピ、トーリピいる。おお最高な夫人だわ。マジでこれはガチで、お前が頼んだせいや。ということでね、チーム分けしたんで、今から2台車分かれてね、そのおすすめのお店に向かっていきたいと思います。ちゃんとレビューしたりとか、お店の場所とかもちゃんと動画で言うので、もうもしよかったら皆さん行ってみてくださいということで、それではやっていきましょう。はい、ということで向かっていきましょう。お前どこ行くんだよ。大丈夫、俺ヒューが絶対大好きだと思う。濃い濃い、熱い熱い、熱くて濃い。超バカだよそれ。まあ最初に言うとラーメン屋さんです。おお大好きでしょヒューガー。しかも昼飯じゃん。昼飯っていうのはラーメンめっちゃハマってくるからね、やっぱ体に。でしかも濃いラーメン。あー、濃いラーメンいいね。はい、ということでユータチームでーす。おはようございます。おはようございます。僕はね、ユーマくんとアムギリくんと同じチームになったわけですけども、どうですか心境のほどは。どこ行くんだろうな。いやでも俺この車移動でね、3人が久々な気がするんだよ。え、いつぶりだ。スタバの方とか行ったぶりだ。あれじゃね、視聴者さんに声かけられるまでのとこじゃん。あーめっちゃ昔やん。めっちゃ昔だね。ここはさ、よくさなってるやん。ユータともたまに俺なるからさ。あっちゃんとなんの。マジで久々ね。嬉しい。久しぶりだ。まあ、ということでなんですけども、うん、僕が紹介したいお店、まあ、2つあるんですよ。で、第一希望というか、今向かっているところが空いてなかった場合、もう1個の方に行こうかなと思うんですけど。なるほど。今から行こうと思ってるとこ、洋食屋です。やったー！勝ち！チキン南蛮最高！そんな人気？サバの味噌みー。じゃあそれ和食屋や。違った。サバの味噌みー。間違えてるし、これ衝撃の事実がちょっとありまして、今から向かう洋食屋さん、僕行ったことないです。へぇ、冒険家だな。いやけど、このね、車で移動中看板を何回も見てたわけで、ここ絶対行きてえと思ってて、このせっかくの機会だから今日行こうと思って。もう着きますよ多分。早っ。おお、マジ空いてるかな。ユウマよくさ、俺言ってたやん、この看板のとこ俺絶対行きたいんだよねって。いや、ユウタね、いろんなとこ、ああ言ってたわ。これ全全、もうめっちゃうまそうやん。ああ、ここか。俺ずっとこの看板見て行きたいなと思ってたんだよ。マジかお前。レトロの味だもん。昭和レトロの味、洋食屋全。これやばいよ。タバコ吸えそうな雰囲気。うん、いや撮影の許可売れるかな。はい、ということでね、今行こうと思ってた洋食屋のね、道を通ってたんですけども、非常に残念なことにラーメン屋に変わってました。はい、すいませんでした。時代の流れですね。看板は大きくあったんですけどね、取り外してなかったのかな。
うわぁ、ちょっとなんか夢叶えれなかった気分。ずっと行きたいと思ってたから。結構かわいそう、ゆうた。まあけど考えても仕方ないんで、うん、最初も言った通り、もう一個店あるんで、うん、そこ行きたいと思います。おれね、そこはね、行ったことあんのよ、俺何回も。なんかこの間、ウーバーイーツもしてましたよ。そうそう、高校生時代にね、めっちゃ行ってたの、友達と。青春してますね。中華料理の定食なんだけど、うん、めっちゃ安いのよ。安いし、量が多いの。うん、量は多かったイメージあるな。そろそろ子供のことも考える時期になってきてるから。いや、考える。ガチ年取ってる。えぐい、この年の取り方は正直。えぐいよね。将来の子供のことも考えてやっぱ発言とかしていかなきゃいけないわけで。下ネタを控えなきゃいけないんだよ、俺は。いや、けどガチでそう。だから例えば、付き合って女の人と、で、その人と結婚がしたいぐらい好きになって、お父さんお母さんに挨拶行く。とかがきっとあるわけ、うん、その時に、まあ、仕事 YouTube やってるんですよねみたいな、うん、知名度もあるし、まあ、有名だしお金も稼がしてもらってるから、うん、まあ、職業としては恥じてないけど、うん、動画の内容そうだね、やっぱ内部調査に入られやすすぎるから、そう、そのどういう人なんだって親父さんとかさお母さんとか見るわけ、うん、相手のその時にもうどう俺の購入印象かやって見てみやばいね、盗み働いてる人だからね俺はただの盗み働いて人んち起こしてるだけやん、確かにやばいのよ、だからそれどうしようと思って、俺の生き様として俺一人で生きていくならいいのよ、もう俺の好きに生きて、やっぱそういうことを考えた時に俺の生き様だけではなくなってくるのかなっていう、そうだよね、それが人を丸くするんだと思うけどね、ああなるほど、そうヤンキーがさ子供できて、うん、付き合って結婚して丸くなったみたいなあるけど、はいはいはい、ヤンキーは己の信念で生きてるやん、独り身の時は喧嘩とか打って自分の子供とか奥さんに手出されたらまずいなって思うようになったら丸くなる、そうそうそう、そういうなんか防衛本能が自分以外に働いた時に自分一人じゃ守りきれないから自分ごと丸くなっちゃうみたいな、だからそれこそさもうナンパとかそういうこともできないわけだから、そうね、昔はまあナンパをするのが普通だったから、うん、だから違和感を感じるよね、ナンパができないっていう状態に、キューはナンパ師やからな、まあ、もうしないけど、やっぱ18、19はなんか何でもありだと思ってたから、俺自体が20じゃないから。でも、こないだ、友達の赤ちゃんをちょっと抱っこさせてもらった。ああ、はいはいはい。歳を感じた。いや、その、うん、世の中と隔離されすぎてるから、俺らの職業が。感じないやん。うん、曜日を感じない、まず、ね。時間を感じないやん。今何曜日か分かんないよ。今日火曜日だと思う。火曜日なんだ。やば。だから土日関係なく働くからさ、俺ら。感じないけど、なんかこの奥さんと地元のコンビニにアイスを買いに来てる友達に会って、それがエモいもん、エモい、いやすごいなんかね羨ましいなとすら思った、俺らからしたらエモいけどその人たちからしたら生活なの、そうそうそう、まあ、ちょっとした楽しみなのかもしんないけどアイス買いに行くとかは、うん、いや僕あの花束みたいな声してまた見たんですよ、あ見たんだ、はい、僕見たんですけど長く付き合っていく上で大切なのは言葉のもう語尾ちょっとしたぐらいことがすげえ大切なのかなとまた再確認して、え、というと、じゃあその彼女が休みです今日何してほしいじゃなくて今日何々したいとかの方が長続きするのかなっていう、なるほど、そこのもうそれだけでしてあげなきゃ精神よりもしたい一緒にぐらいでいた方が男がね、なるほど、ね、いいのかなって、別に男は断られてもさめげないやん、女の子ってさそういうちょっとしたことがすごい心にくるやん、なるほど、きっとだからそこの言葉遣いだけで幸せな家庭が築けるのかなっていう、え、じゃ例えばだけど5億だえじゃなくて5億がいいですとかの方がいい、そっちの方がいいよね、そういうことか、5億だえだと鼻水出んじゃん多分多分分かんないけど言ったタイミングで、ああうん、だからそのやっぱ大事よ、 A とかはやめた方がいいってこと、 A とかだとやっぱキモいって思うやん普通にじゃあ会計4000円ですってやるときにじゃあ4000円台でみたいなみたいなのをその彼女とか奥さんの前でやった場合みたいな、まあそうだね、なるね、だ天竜人も見た方がいいってことだな、全員で見た方がいい、横一列でいいよ、 最前列で見させてやるから一番いいとこ見させてやるからあでもそうだよね、な何で見たの、 U-NEXT 入ったの、俺入ってる、うん、初めて使った、ドン引きなんだけど U-NEXT 入ってんの、サブスクとか契約してんの、え、U-NEXT 入ってる、 Amazon プライムは友達と一緒に見合ってる、 Netflix も入ってる、で、ABEMA TV も俺会員登録してる、で、YouTube もプレミアム、いや、めっちゃ暇な大学生みたいなと思うけど一個も使ってない使ってんのが、だからたまにそういうの、うん、なるほどね、見たいのが来た時みたいな、そうそう、それのためだけに、恋愛映画をさ、女の子と見るの結構俺苦手なんだけど、ああ、なんで、キスシーンちょっと気まずい、キスしろ役ね、いやほんとごめんなんだけど、うん、ヒューガのキスが結構
きつくて。いや、おかしいから、お前友達のキスきついって。え、じゃあ俺のキスきつくなくね。いや、きついよ。じゃあ誰のキスがきつい。いや、あっちゃん、あ、ユーマとかもやっぱきついか。やっぱきつくね、ユーマのキスをさ、まじまじと想像すると。なんかきついね。これヒューが…いや、俺めっちゃいいよ。唇尖らす。いや、尖らせないかな。イチャイチャの時とかだったらチュッて尖らしたりする。あ、まあそれはオッケー。じゃあそれはまだオッケー。けどそれちょっと半に焼けなんだろ、どうせ。まあ、それがやばい。半に焼けでしょ。そりゃチューする時なんて。いや、だからその…だってガチでエッチなことする時以外はさ、真顔で急にキスしてきたら怖いやん。今いつすんのって思われるやん。例えばキッチンとかでさ、料理してる時にチュッとかする時に、そのガチな顔してたらさ、この人あのキッチンでやりたいのかなとか思われるやん。確かにそれは野暮なんだ。それは結構嫌だし、俺はもうキス禁止でって言うわ。いや、おかしいやろ、キス禁止。なんで俺我慢させられてる。いや、ヒゲが本当にキス禁止っておかしいぞ、お前言ってること。いや、ちょっと本当にやめてあげた方がいいんじゃない。いや、なんやねん、お前それ女の子失礼みたいな。してほしいやろ、好きな相手とかだったら俺のこと。え、一回さ、ほんとごめんなんだけど、一回見れるキス顔。一回だから俺もその想像でちょっとキモくしすぎてる可能性。 YouTube やってなかったら絶対しないからね。まあそうだよ、キス顔って友達の前に。 やめる。いや、いいけどさ、全然。一回だけ頼むわ。え、あの、どのタイミングか教えて。え、普通にガチで愛してる時。ガチ愛してる時の。あ、じゃあそれはちょっと重たいから。それは違う、俺は好きな女の子にしか見せないから無理無理無理。まあじゃあそれはいいや。うん、キッチンでチュッてする。あ、オッケーオッケーオッケー。もらっていい？じゃあこれキッチンに立ってる彼女ね。くだらない。おい、マジくだらない。やってること、そういうのしかやってないから想像つかないんで、マジでふざけちゃうやん、やっぱ。キッチン俺、うん、俺全然できるよ。いや、普通にじゃあこれを彼女と見立てますね。お前首元吸ってんじゃん、そんなんじゃダメだろ、首元吸ってんなら。お前行くよ。うん、いい感じ。え、ここ目ね、この辺。あー、オッケーオッケー。目の辺口。オッケー。ヤマトのばあちゃんです。はい、ということでね、お店に着きました。いい。メニューがあるんでね、ちょっと見てみてくださいよ。あら、ビールがあるじゃないですか。あら、本当に？あんたダメですよ、この後大役の仕事があるんですよ。見ていきましょう。チキン焼か。おー、やっぱチキン南蛮がありますよ。うん、チキン南蛮ね。僕これにします。え？僕これにします。衝撃的。この前デリバリーしたやつだけや、お前。これどうしよう、でかいですね。あー、迷うな。やっぱ YouTube のうち1時間ぐらい組んでると。早く選べよ、何上がってんだ。やばいやばいやばい、緊張してんじゃねえよ。緊張してます。何がいいですか、みつさん。麻婆豆腐。変えた。一番変えた。はい、ということで、ひよくん、場所は三鷹です。うん、三鷹駅だね。三鷹駅からね、多分徒歩5分ぐらいなんですけど、僕のおすすめのラーメン屋さん、はい、もうそこちょっと真っ直ぐ行ったとこにあるんで。ガチ。行ってみましょう。ここです。次男坊。あ、次男坊です。読めないですか、次男。男子の男でしょ、あれ。あ、そうだけど、普通に長男のなんや、長男っていうんか。まあ、わからないけどね。わかるわ、そんなの。いや、わかれわかれ。簡単。社会的にも難しいです。簡単や。え、行く、行ってください。じゃあ、入店します。はいはい、ということでですね、あの、ここなんですけど、僕の高校の近くにあったラーメン屋さんで、うん、俺がいつも頼んだのは、これブラックの。そう、じゃあ、お前ブラックにしよう。俺ブラックにする。懐かしの味食うよ。やっぱ一番人気とか行くタイプの人だから。これがね、本当にうまい。はい、ということで、撮影許可いただいたというか、ちょっとこの動画で撮らさせていただいています。このお店なんですけど、僕が高校生の時に水球部入ってて、で、その中部の近くにあったお店、高校の近くの次男も潰れちゃって、うさこの方でしょ。そうそう、うさこの方だから三鷹だもん。そう。あ、乾杯。あ、しないっす、ラーメン屋で。しないの、ラーメン屋で乾杯。しないだ。え、しないっけ。しないだ。先輩と行った時はするんだけど。あ、そうや、そうや。最初友達してる気がしない。いや、先輩がキモいよ。先輩、じゃあ俺が先輩だとしてどういうテンションで行く。言いづれんじゃん。やつです。キモい。水が全然出る。これ普通でしょ。普通よ。普通じゃないよ。普通でラーメン屋に来て、じゃあ夏来ました、灼熱です、暑いっすねみたいな、水ついて、あれっす、ずっと凍ってる。いや、凍ってる。凍ってない。いや、まあテンション感はいろいろ。ずるいやん。冬だったら
帰ってきてさ、あなんかマジ楽しみっすね。ちょっとじゃあ、ね、ちょっとずるいやってみ。違和感ないから。違和感はないよ、だってそれは俺もいいと思う。その乾杯してなくねみたいなテンションでやるのは違う。あ、まあまあそうだね。だそれは間違ったのかも、俺が。そうだけど、しなきゃダメ。じゃあ俺、なあ設定上で俺やる。あ、オッケーオッケー。じゃあ、ニコール先輩とヤマトのおすすめのラーメンに来て。じゃあ、分かりやすいように人でやっていい。じゃあ、ワキオくん。あ、オッケーオッケー。ワキオくん先輩じゃん。うん、ワキオくんぜ。おい、お疲れ。まあ、お疲れ様です。お疲れ様です。どっちも悪すぎるわ。俺は上から、マキオくんは下から。すがちでこうなりそうすよ、お前マキオくんって言ったら。俺絶対マキオくんって言ってもちゃんとするから。俺の裏でもいいしね、マキオくんのことは。マキオくんはいい先輩で、だから俺ってマジで仲良くならないで。リスペクトが勝ってしまう。そう、でも遊ぶ回数増えてくればめっちゃ仲良くなるの。まあそう、それはそう。一番先輩と深く仲良くなるのはヒューガかもしれない。好きだよ、先輩ヒューガ。生き物なんですね。やりやすい。俺のポジションで学ぶテンションで。そうそうそう。はい。うわ、うわ、美味しそう。これ本当にうまい。これは絶対うまい、ね。ちょっとみんなで見せよう。これが豚飯なんですけど。すげえ、変わらずあるんだな。すごい嬉しい。はい、お待たせしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、ラーメン届いたんでちょっと見ていきたいと思います。いただきます。チューヒューガ。ふざけてしかない、今日ラーメン来たんでちょっとまず見ていきたいんですけど、ヒューガが頼んだ方が白、うん、こちらですね、うん、うわー、でも濃そうでしょ。で、俺が頼んだ方がブラック。あー、ブラックドラゴンだ。芝大樹頼んだってことだね、お前。芝大樹頼んでね。いただきます。いただきます。ここ本当に美味しい。本当に美味しい。部活終わりってさ、こういうものこっそり。うわ、マジ水球思い出す。いや、まあ、水球やってねえよ。うまっ。むさこの味だ。恥ずかしくないの。この卵の感じ上がってんの熱い。うわ、冗談じゃないわよ。いや、普通にポンクで。うまっ。普通に、うん、チャーシューの、どこ行ったの。いや、ラーメン。いや、チャーシューのは言わないよ。いや、考えてたんだけど、ね、ラーメン美味しそうだなと思って食べてた。アホやな。ちょっと一瞬交換してみます。チャーシューみたいな、これ。あ、このチャーシューは普通に、ね、チャーシュー食べてる。あ、チャーシューだからね。はい、ということで料理届きました。はい、ちょっと一個言いたいんだけど、浦田さ、お前トイレ長え。すいません、台の方が。いや、おめえらはいいよ、麻婆豆腐がチキン南蛮だから。俺ラーメン頼んでっから。まあ、食べるんで許してくれ。バカが伸びるって言ってんだよ。ごめん、伸びたら食べる。じゃあ本当にお前これマジ悪いと思ってんの。思ってる。こっち側が寛大だからお前まだ生きてるけど、お前潰されてるからね、鬼とかにこれやったら。鬼なんていないっすよ。そういうことじゃないけど。ごめんごめん、ほんとに僕が悪くて。ちゃんと謝ってみて、一回。ごめんなさい。にやげてんじゃねえか。ガチガチ、本当にごめん。いや、マジで、もうほんとごめん。マジで、ほんとごめん。もうやばいね、もう全然反省の色見えないわ。まあいいよ、とりあえず届いてるから食べよう。これ俺が頼んだラーメンセット、これあっちゃんが頼んだ麻婆豆腐、これ家も頼んだチキン南蛮。危ない危ない危ない。しょうもない。はい、ということで一人ずつ食べてください。一人ずつか。じゃあ家からどうぞ。最初嫌です。あ、じゃあ家からどうぞ。遅い、早くえよ。いただきます。いただきます。はい、味噌汁最高。二人一緒に食べてから言え。いただきます。メインから食え。ごめん。プライベートじゃねえんだよ。豆腐がでかい。おー、いいね。うわ、おいしい。チキン南蛮いただきますよ。うん、うわ、いい音。バリッバリの衣、これ最高です。うまっ。タルタルソースがうまい感じに絡んでくれ、最高ですね。もうお前唇汚い。ガチ汚いね。
で、こう麻婆豆腐なんだけど、これ味優しい、辛いのが苦手な人でも食える、お前心配してたもんな。そう、これ色的に大丈夫かなと思ったけど全然辛くない。あ、よかった。いただきます。美味しそうだね。はい、ということでごちそうさまでした。うまかった。うまいけどもうお腹いっぱい。やっぱ濃いもんね。うまいで来るね。行こうか。とりあえず一旦車戻りたいと思います。はい、ということでごちそうさまでした。はい、ごちそうさん。シンプルにどうだった？いや、美味しかった。俺細麺はまく食わないんだけど、細麺って辛み濃くていいね。いつも行ってる地元のラーメン屋とは違う感じのラーメン。そうだね。だからいつも行ってる地元のラーメン屋と同じようなラーメンだったらいつも行ってる地元になっちゃうね、結局。だからちょっと変化球としていいわ。そうでしょ、俺の中で。で、俺らの地元からも近いから結構いいなと思って。行っちゃいしょ、ちょくちょく行っちゃいしょでーす。で、ガチ。なんか俺すごい残念になった今のは。まだますか。まだますか。なんでお前、ほら。いや、行っちゃいしょうって。ヒューガってさ、行きそうな時に行きそうとか言う。いや、いいべ、もうラーメンはとそれ。いや、聞きたい。序盤でよかったやん、そんな話は。いや、ちょっと聞いてみたい。行きそうな時は、行っていいって聞く。多少なりとも俺我慢はできるタイプだから。めっちゃソロってさ、行く行くやん、きっと。勝手にね。そう、勝手に行くやん。行っていいって聞く。で、ダメって言われたい。それはめっちゃわかるわ。めっちゃ言われたいよね。まだ行かないで的なことでしょ、まだ行かないで。いや、めっちゃわかるな。テンションは悪いよね、やっぱりっていうのはあるかな。だからそのヒューガのやっぱ顔から想像つかないわ。俺基本的にヒューガのイメージってラーメン食ってるヒューガだから。何言ってんの。顔がふざけてんの。いや、ふざけてないわ。俺めっちゃちゃんとしてるよ。今も顔ふざけてる。いや、ふざけてない、ふざけてない。俺マジ全然普通にやっぱなんか抱かれたいと思うんだよね。抱かれたいってやめて。それそのさ、抱くってやめてくるね。なんだよ。じゃあ俺あのヒューガぐらいなんだよ、知り合いで女の人とそういうことをするのをさ、抱くっていう。いやいや、いいよ。視聴者の人もみんな思ってるわ。綺麗じゃない、言葉として。抱きたいって言うじゃん、俺よく。抱きたいって言うの。綺麗じゃね、そっちの方が。いや、なんかやりたいって俺さ、なんかさ、言葉汚く聞こえる。いや、わかるけど、なんかちょっとギラギラしてる、抱くって。いや、あいつのことちょっとまだ抱いてやれてないんだよねとか。うん、だからよくね。ダメ。なんでよ、お前。禁止にしたい。お前なんて言うの。俺エッチしたい。あー、じゃあ可愛くぶってて誰。エッチキモい、お前。それはそれで。ダメ、ほんと抱くってやめた方がいいよ。普通の会話の中でちょっと抱いていいっていう。普通の会話っていうか、普通に全然俺は彼女がいません。うん、女の子と差し飲み行ってます。で、こう乗ってて話してる時に普通に言う。てかさ、みたいな。え、てか、今日抱いていい。めっちゃ白黒顔で。それは変。いや、もちろん多少はふざけてるからね、俺も。普通に。で、本当にもうじゃあ彼女とか、じゃあ一緒に寝てる女の子に言うときはしたいとか言う。していいとか、していいとか言う。何していい、していい、何とか言われたらまあ楽しいやん。なんか革新的な言葉を言わないことが相手の女の子をエロくすると思ってるんだ、俺は。なるほどね。相手の女の子がさ、言わせようとしてくるのとかもエロいし、それをなんか言ってくるのとかもエロい。まあ結論やめていただくってことで。いや、バカ、お前続けていくわ、これからも。いや、それ多分女の子笑っちゃうよ。楽しいやん、笑ったら笑ったでいいやん。じゃあヒューガって結構ゼもつけるやん。抱いていいにゼつけてみ。それはえぐい、ありえない。どういうこと、どうやってやんの。ちょ、お前のこと抱いていいぜ。いや、でもおかしいよ。意味がわかんない。おかしいって思った。日本語としてね。おかしいって思ったでしょ。お前のこと抱いていいぜだとさ、誰か、なんか何、誰に何言ってるか全然わかんないよ、もうワード的に。今日抱いていいじゃん。いや、これヤマト派ヒューガ派で、ヒューガ派多分ゼロ人。いや、バカバカ。お前だから女の子じゃ言われて別に嫌じゃないよ。ちょっと今日抱いていい。全然嫌じゃない、全然嫌。いや、これはちょっと聞きたい。絶対大丈夫。じゃあ自分派の方が多いと思う。多いとか多くないとかじゃなくて、普通。別に言われてどうこう思わない。え、じゃあ逆に断られたことある、行為自体を。抱いていいって言って嫌だとは言われたことないかも。でも大体さ、ガチって思わないから大体笑う。あ、何それみたいな。そうそれが一番いいやん。だからほら、キモいと思われてる。全然思われてない。だって抱けてるもん。じゃじゃじゃ、それはまあもうその根っこの実力やん。それをじゃあ、それじゃあ抱いていいのおかげね。これはまあ、これヒューガだから成り立ってることで、これ普通にこの視聴者の人が参考にして抱いていいって言った場合全然失敗するから。いやいや、そんなことない。いや、これヒューガだからだわ、多分。本当に恥かいてくれ。全くだよな、視聴者の皆さん。マジか、これ地元のセブン誰かいないかな。はい、ということで帰ってきました。
もうお腹いっぱいですね。あーもうこれ反復。3人で来て3人1つずつ定食頼んでソフトドリンクを5本頼みました。でお会計の合計が3550円。安い。ゆうたくんゴチ。ええー、気持ちいい。俺が急にそれ押せ押せ。ここ、何のために平成の大元気あったんだよ。はい、ということでね、どうでしたか僕のおすすめのお店。めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。まあね、ここ結構大通り沿いにあるお店なんですけども、大連さんというお店でね、中華料理とか定食ラーメンとかがあるんでね、すごいリーズナブルなんで、高校生の方とかよかったら行ってみたらどうでしょうか。まあ僕たちのジェムは以上になります。あお返ししまーす。はい、ということでね、もう地元着いたんですけれども、うん、この企画を取った理由といたしましては、やっぱそのいい方向に影響力を使いたかったということで、うん、まあ今2つお店紹介したと思うんですけど、概要欄にね住所貼っとくんで、まあ、そこに行ってもらえれば、まあ、まあ俺らが行ったことによってちょっとの人でも行ってくれればね、お店からしたらお客さん来てくれたって喜んでくれたら嬉しいですけど、うん、まあ自粛もいいのかもしれないんだけど、まあお昼とか、まあその外に出ていい時間帯は厳しいところにお金を落とすっていうのは、まあ一つ必要な動きなのかなと思ったんで、まあ企画にしました。まあだから逆に僕たちの住んでるところら辺でなんかおすすめのお店、まあ東京近辺だったら自分たち行けるんで、ぜひなんかこことかは結構いいよみたいなとこ教えていただけたらありがたいです。お願いします。お願いします。それじゃあまた次の動画で、バイビー。ちょ、一個聞きたいことあるんだけどさ。なんだ。ヒューガのさ、抱いていいって結構ヤバくない？あ、女の子のことを抱くって表現は普通だよ。いや、ダサいとは思うよ。カーテン越しに差し込む光に眠たい目をこすらされる朝に、目覚めの一杯はアイスコーヒー、髪かき上げながら浴びるシャワーに。